こんにちは。こんにちは。ということで僕たちは結婚を発表したというか、まあ、結婚してから4ヶ月経ちましたけれども、どうですか4ヶ月の新婚生活は。何も変わりません。でもちょっと友達から結婚祝いをいただいたりとか、祝福はねたくさん受けてきたんですけれども、自分たちでちょっと祝福しようかなと思って、お互いに結婚祝いを贈ろうかなみたいな。え、よくない？お互いに、俺はだからゆいさんに、ゆいさんは俺に結婚おめでとうって、お互いに結婚祝いを交換するっていう。だって自分の誕生日自分で祝っちゃいけないっていうのはないでしょ。自分の結婚を自分たちで祝ってもいいでしょっていう。いいでしょ。お互いに、プレゼントというか、まあ、結婚祝いを買ってきたので、順番に出し合って交換していきたいと思います。じゃあ、ゆうさんからいきますか。じゃあ、ニトリ。デコホーム、ニトリですね。ニトリ。はい。いや、俺も最初ね、ニトリで買おうとしてたんよ。じゃあ、発表してもらいましょうか。じゃあ、なんだろう。まず最初。はい。こちらです。はい。どうぞ。あげていいんすか？どうぞ。まあ、持った感じはもう分かりますけど、これはあれでしょ？これは、はい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 、じゃじゃーん。おおしゃれ。お皿、こんな感じの濃いブルーのお皿でございます。大皿だね。まあ確かにうち今100均のお皿しかないもんね。和食レストランとかで出てきそうな感じのおしゃれなお皿ですね。大戸屋だね。そうだね、大戸屋だね、これね。最近僕があれですか、料理動画系になったんで、それを考えてもしかしてお皿を選んでくれたってことですか。はい。次。おお、お茶碗じゃないですか。危な、これ買おうとしてたよ。お茶碗がさ、欠けてんのよ、俺のやつがね。うん。もうあれ、いつから使ってんの？前の家から2年記念日とかそこら辺から。え、マジ？え、じゃあ待って、前の一人暮らししてた家からあった、もしかして。あ、そうだよ。なんかちょっとさ、その時の話言っていいですか？何ですか？さ、それで、はい、お茶碗と箸買ったんですけど、はい、この人が箸をね、一緒の お揃いの箸を、そうそうそう、時にね、カップルでペアのお茶碗と色違いのお箸を買ったんだよね。そう、はい、買って、はい、で、こっちに引っ越してきました。はい、で、あれ、ひろくんの箸ねえじゃんって思ってずっと探してんのにね。はい、はいこいつ捨てやがった。多分さ、なんかコンビニのお弁当とかは多分撮影かなんかの帰りに買って帰ってきて、これ食べて割り箸感覚で多分容器の中にぶち込んでポイって捨てちゃったんだろうね。ふざけんじゃねえよ。記憶はないよ。いや絶対捨てた。野菜室の奥とかから出てきたらどうする？あ、じゃあ探して。そしたら俺その時謝ってね。うん、探してきて。じゃあね、その時でいいよ。あ、その時でいいの、うん、だからもう一個買ったの、同じやつをね。はい、ということでゆいさんはこちらのお揃いのお茶碗とおしゃれな大戸屋で出てきそうなお皿プレゼントしてくれました。ありがとうございます。どういたしまして。やっぱなんだかんだこういう実用性の高いものが一番良かったりするよね。うん、うん、では持ってきます。ちょっと皆さんも今モザイクですね、使ってますけれども、はい、僕が買ってきたのはこちらでございます。どうぞ。じゃじゃーん。ということで、ずっと欲しがってた、霞草の花束でございます。霞草の花束が欲しいみたいに言ってた。あ、ほんと？うん。え、忘れちゃったの自分で。あ、言ってた。なので、欲しいと言ってた花束をプレゼントでございます。なんか、いろいろ調べたんだよ。お酒にしようかなとか、美味しいおつまみとかいいかなとかいろいろ思ったんだけど、なんか違うなと思って。だったら欲しいって言ってたし、まあ最近ね、お花も飾ってないんで家に。ちょうどいいかなと思って、霞草の花束を僕からゆいさんにあげたいと思います。ありがとうございます。はい。だってさ、花もらうとさ、大人の女って感じしない？花って。あー、なるほどね。まあ確かに、高校生が彼女の誕生日プレゼントに花はあげないよね。高校生だったら、なんか物の方が嬉しいかもしれない。でも、なんか、もらい尽くしたわけではないけどさ、なでももらあげ尽くした感はあるよ、正直。一通りでも広くからもらったわよ、ね、誕生日とかさ、うんうん、キーケース、お財布、はいはいはい、もう何あげたかもわかんないぐらい多分あげ尽くしてる。あ、じゃあイエーイ、ゲーム始まります。イエーイ。いやもうやどうせあれでしょ、誕生日に何もらったかクイズでしょ。正解正解正解。いきますよ。ヒロ君から初めてもらったペアリング、はい、正解です。次が時計。時計だったっけ？うん、はい、3年目時計だった、うんうん、で、3年目が財布、はい、で、4年目が
ネックレス、パスケース。6年目はパスケース、あ、パスケースじゃねえ、キーケース。はい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 。6年目はください。今度の8月ですね。そうです。で今度の8月はってあれでしょ、エアポッツでいいんでしょ。エアポッツやない、エアポッツ欲しいって言ってたじゃん。エアポッツやない、2人でエアポッツプロお揃いですみたいな。今年は考える手間が省けたなと俺思ってたの。昔のやつの方が好きだから全然大丈夫。はい、ヒロ君の番。いやちょっと待って、これね覚えてないよマジで。てか1年目にあげたやつこの前覚えてなかったしね。イヤホン、そうゼンハイザーのイヤホン、うん、2年目、はい、時計と、あのリュックね、せはいはい、まあ、2年目、はい、3年目、財布じゃないんだよ。財布は確かクリスマスにもらってるから財布じゃなくてキーケース。正解。サンダル、ビルケンのサンダル。え、サンダルの次、うん、いや今思い出した。いやちょっと待って、お前もいつも使ってる、毎朝使ってる、ヒゲ剃りだ。電動シェーバーもらったんだ。そうだ。そうだよ。今年がエアポッツプロ、はい、使わせていただいてます。ありがとうございます。このクイズ楽しいと思う。いやこれさ、だってこれからさ、年々ごと増えていくわけでしょ、うん、16年目とか覚えてないよ、そんなんもん。覚えてなさいよ。え、言ったね、うん、いや覚えてる、覚えてなさいよって言ったね。大丈夫大丈夫。じゃあ20年後ぐらいにこのクイズ出すよ。やってるね。あ、いや、クリスマスプレゼントも覚えてる。1年目ラコステのスヌード、2年目財布、正解。よし、で3年目からは適当でしょ、はい、そう、3年目にお揃いのニット帽を、うん、違う、マフラーね、最初。あ、違う、え、マフラーだよ。マフラー、マフラー、ニット帽、ドライヤー。あ、そう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 。ついに共有のものになったよね。でも、ゆうはカスミソウとチューリップが好き。言ってくれ、カスミソウとチューリップが好き。だから何？もうしばらく先よ。ないよ、花束をあげる機会の。お花買うとしたら絶対チューリップ入ってるやつ買ってたでしょ。じゃあお墓にはチューリップとカスミソウを備えてあげるからね。うん、俺が先に死んだらできないけど。あ、子供に受け継いでくれ。はい、ということでこんな感じで里井のプレゼント交換でございました。まあこれはあの花瓶に入れて飾ってください。はい、うちは花瓶があるからいいけど、花瓶ない家にさ、そうだ、花もらったらさ困るでしょ。困る。だからその世間の男子は花が好きか好きじゃないかっていうのを考えたら、だからセットであげたらいいんじゃない、花瓶と。あ、いいね。はい、ということで里井がお互いに結婚祝いを送り合ってみたでした。ぜひいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では私がお会いしましょう。バイバーイ。